からくりっていう言葉自体が英語にもならないですからやっぱりわからないみたいで、パッと見には何の動きもないように、そのままに見えるんですけど、実はびっくりするようなものが実はその裏に隠れてる。コップにお茶を置いた時にそのお茶のコップの重さによってこう動くような人形があるわけですね。ちょっとした力を加えることによってそれが動き出すっていう、やっぱり驚きじゃないですか。びっくりさせるような動きをさせるものっていうものがやっぱり歴史の中でも人形として現れていた発想を、まあ現代の社会のあの車においてもこう取り入れているという意味で、まあ人形例に出してご説明しています。でからくりシートの場合は紐を一本開けるだけでその座面の下に実はもう一個座面がある。必要最低限の力で無駄なものを発生させずに、最大限の機能を利用できる。パッと見には2列目は2人乗りかなと思ってたのが、なんとそこには、ちゃんとベンチシートのようにもなるし、反対側を出せば物入れが出てくる。一番分かりやすいのは多分あのおせち料理だと思うんですね。私あまあ伝統的にまあお正月とかにもおせち料理食べますけど、あの箱の中にもういろんな箱がこう入ってるじゃないですか。パッと外見にはこう大きなこの箱しか見えないんですけど、まあその箱を剥ぐっていくとどん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 箱が入って、それが全てこういろんなこう料理を入れることができるっていうようなところも、あれはある意味からくりだと思うんですね。世界中探してもこんなシートないと思うんですよ。相棒ですよね。車はパートナーとして見ていただければいいじゃないかと。使い込みは使い込むほど使いやすいし、こんな面もあったのっていう驚きのからくりもあります。